獲得した検証は全部、自分の部屋の壁に飾っていた力士もいた落ちぶれて、袖に涙のかかる時、人の心の奥ぞ知る、という民謡の歌詞があります。コロナ災いの中、ドタバタしながらも何とか令和三年初場所が幕を開けましたが、初日直前の緊急事態宣言で観客数を急遽、5000人に減らさざるを得ませんでした。試練、また試練ですね。 でも、幕内の取り組みにかかる検証は、たった100本減っただけで1300本を数え、柴田山広報部長は、こんな時に、非常にありがたいと涙を流さんばかりでした。ところで、あの検証、手取りが1本3万円ですが、力士たちはいわゆる小遣いとしてではなく、実に上手に使っています。そんな検証の面白い使い道を紹介しましょう。 続編は後日月刊相撲平成31年4月号から連載中の大相撲が大好きになる話の玉出箱を一部編集毎週金曜日に公開します裏は大けがを負うまでは全頭上位で活躍し春巻富士から金星も挙げていた初めての幕内土俵に上がったのは平成28年秋場所のことだった 初めての取り組みは5日目の大英小戦でパワーの違いを見せつけられて突き倒された。2度目は10日目の豊橋戦。土俵際で右に回り込みながら肩透かしで逆転勝ち。この勝ち星で、検証を3本獲得した。支度部屋に戻ってきた宇は、うまく反応できました。勝ったことよりも、検証を取ったことが一番嬉しいです。中身のお金は使うけど、 袋はちゃんと取っておきたい。部屋に帰ってゆっくり眺めますよ、と満面にういういしい笑みを浮かべた。気持ちはよくわかりますね。月刊、相撲、令和3年2月号の相撲編集部です。